ラッピングがセーフラブリってことない。ブンブンマッチャーやっちゃっちゃーそんときゃーちゃんリリースよ。アセーアセーロータニマニダーリンダーリンフリー。いや今日泉に来てるよ大暴露いやまあね、あの待ってこの俺の独立がね、独立自分、あ、すみません、起業させていただいて、7月から、あ、すみません、6月でしたね、あの6月からやらせていただいてるんですけども、とうとう、なんで、このビッグフェイスタウンが、あ、ちなみにビッグフェイスタウンっていう名前の、あの生みの親もちゃんと今日聞いてくれてるんですけど、あ、映ってくる、映ってます、嬉しいな感じなんですけど、まあ、やっと始まったなっていう感じかな。今までちょっとシークレットでやってたんで、オープンで、インスタもバチバチやらせていただいてるんで、あ、今日すすまさんも聞いてるんだけど、これからバチバチやらせていただくんでよろしくお願いしますという感じです。で今日はゲストで、まあ、いつも通りね、ちゃちゃまるくんが来てますけど、ちゃちゃまる本名は言わないよ大竹翔士って言わないって言しょうがないね、とあとはね、まあ、今日ちょっとテーマとしては恋愛的なね話をちょっとさせていただこうかなと思ってまして、まあ、例えばちゃちゃまるが、まあ、彼女に今ちょっとまあガーッとね、ストーカーのようにされてるんだけど、そういうまあ話を、恋愛中毒ってどんなもんだっけみたいな、あとどういう話だっけ回避なんちゃらみたいな、そう、恋愛中毒と相反するようなこう回避中毒と言われるような症状についてもちょっと話していきたいなと思っております下手か、それしかない、まあ、みんな、ね、気になるような、まあ、恋愛中毒ってどうして起こるんだっけみたいなところとか、あとは、それを元に、ちゃちゃまるはもともと今プレスっていう会社で、まあ、海外論文を要約して、まあ、いろんな人に伝えるようなことを仕事してるので、そこに関してのことを今日まとめて決まってますと。だからなんとイズミンが恋愛の話をし、実体験の、みんなに言えないような話をね、西麻布で何があったかって実体験ではないから妄想ぐらいお願いします。あ、よかった、はい、っていう話と僕 の、 福岡でぶち上げた話、合わせてお送りさせていただきたいと思うんでよろしくお願いしますと。で、まあ、とりあえず1曲目書くようと思ってるのは、最近ちょっとハマってるキャル&チューズデーっていうアニメがあるんだけど、それの1曲目でみんなでわーっと福岡で飲んだ時に隣にいた男性と女の子がやだこの曲好きって言ってくれた長っキスミーって曲だからちょっと紹介でちゃちゃまさんキスミーっていい発音で言ってあげて。キスミーいや僕のねこのビッグフェイスタウンのビッグフェイスって名付けてくれた人から今歌長くねってきました長い確かに長かった。いやいや長いけどこの曲めちゃくちゃいいから、だって歌詞の、まあ、イントロじゃねえ、サビ部分とかもキスしてくれと、じゃないと私帰るよ朝日が昇ったら、いや朝まで一緒にいるのみたいな知らないよ結局朝日昇ったらだってお前帰るって言ったけど、言うてお前朝日出るので俺と一緒にいるでしょみたいないやド変態かみたいな話なんですけども、人となりが出てますね。いや私のね。まあそういえばね、俺金土日で福岡行ってたんだけど。楽しみにしてました。いやいやいや、いろいろありましたよ本当に。いろいろありましたけど、まあやっぱこう、まあ今回は、まあ、イベントを兼ねて仕事も兼ねてね行ったんで、ちなみに福岡行ったこと皆さんあります？あります。ある。ある。ある。茶島どうだった？まあ、稲垣さんとね一緒に、あ、ガッキーと一緒に、やめようよ名前言っちゃいけないか稲垣、わざ稲垣学ぶ、あ、ごめんなさいどうだった、じゃあでもさ福岡最高じゃない、いや最高だった、何が良かった、いや、まあ、ご飯が美味しい、あと何が良かった、ご飯が美味しい、はい、あと何が良かった、ご飯が美味しい、ちょっとどっちも言いたくないさあ、じゃあキリンさん何が良かったか今回答わかります。あ、今日はちょっと遅くなりましたけど自己紹介しますけど、改めてねキリンさんというこの僕をこのビッグフェイスタウンに招聘してくれた、招聘合ってる？違う、招聘？招致？あ、招聘だね。招聘してくれたまあ大神と、あと僕、ね、内緒にしてほしいんだよね。なんで？もうなかったことのように進めてほしい。いや、すべて金で解決する。と、まあ、イズミンっていう僕の、まあ、飲み友達なのかな、そうですね、うん、と、僕のな後輩なの君は、
後輩、うん、まあ、ベンチャーの社長、うん、プレスって会社の社長の大滝翔二ってやつと、あとダダ漏れ何言ってるあの僕の名前は稲垣っていうんですけど、あのビッグフェイスジャパンっていう株式会社やらせていただいていて、まあいろいろやってると、まあこの4人でねちょっとねやらせていただくんですけど、今日結構真面目な話題だよね、はい、福岡のね話から始まったけど、まあだから何が言いたいかというと、福岡は女性が超可愛いって話なんだよね。間違いない。そうなんだよ。で福岡でさ、どんなことあったかなんか前回ほら放送でいろいろあったけど、ちょっと待って、何言ったのさっき聞いてたでしょ泉。聞いた、うんうん、しかもその人に出てもらったじゃん前回。出てもらいましたね電話で。さ、あの3行で言ってサマリーをください。サマリーをちょうだい。僕が向こうで出会った女性と、うん、まあ電話をして、うん、僕がどれだけクズかっていうのを暴露してもらったと。そうそうそう。まあシンプルに言うと、あのホテルに、あのえ、どうそこまで言うのホテルに連れ込んで、まああんまねタイプじゃなかったから返したって話だったで電話聞いてないことを、ね、そう電話出演してもらう。そうそう電話出演してもらってね、いろいろあったよね。僕先に帰れますお疲れ様でした。いやでもさ、まあ、男も女もさ、結局まあ俺も福岡行って何回も思うけど、みんな恋愛が好きだなと思いますよ。でちゃちゃ丸は結構依存しないタイプでしょ。僕どっちかというと、ちょっと話しちゃうタイプ。話しちゃうっていうの？話しちゃう、回避、そう回避しちゃう、うん、なんかこう求められすぎると逆にちょっと距離を置きたくなるみたいな。あ、そうなの。感じ悪い。感じ悪い。ただの悪口。いやしなくていい。ここの態度も感じいい子にしかないよね。そう、うん。こんなに感じいい顔してるのに。でも中身が感じ悪い。言っちゃダメ。内緒話。内緒話よろしく。え、泉はどっちタイプ？どっちかな。でもあんまり依存はしないと思います。ただ大好き。恋愛は大好き。恋愛大好き。そうなんだ。なんか前回ね、この3人で打ち合わせた時に、これキリンさんちょっと面白い話なんですけど。うん、人って恋愛性があるよねって話したんですよ、うん、ほらリプレイするとはもう思い出せなくなるやつ、そんな話したっけ。そうそうそうで、まあ、あのちゃちゃまるはもう本当に10代の時から、まあ、恋愛性、要は恋と愛と性があると、うんうん、で、ちゃちゃまる10代の頃からどれがあるんだっけ。性オンリーですね。そうそうそう、恋愛がないんだってえ、でもこれ本当の話で、笑い話じゃないですよ本当に本当の話でっていうのは、いや本当の話で、もう本当に付き合う、まあ、だからその要するにエッチをしたいって思うことが恋だと思ってたんですよ。でも大人になってから実はちょっと違うっていう風に判明して、うん、僕が多分思ってたのはその、まあ、ドキドキするみたいな恋愛感、恋とか、うん、この人とずっと一緒にいたいっていう愛とかじゃなくて、うん、もう脱がせたいみたいな、そういうこう欲に支配されているっていう、うんうんうん、そういうことを結構最近発見して、うん、なんて悲しい人間なんだろうなと。あ、それも自分で自覚したってことでしょ、はい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 、客観的に。そうそうそう、今も変わってない。今もまだ変われてないと思いますね。乗っかりたいっていうの恋まあ下も好きだけどまあ、僕の先輩から今、いやいや俺は一途だからってから知らんがなというそういう話じゃありませんね。今日はそういうコメント流すんだまあほら、あのリスナーとねコミュニケーション取りながらやっぱりやりたいじゃないですか。確かに。そうそうそう、まあまあ、ちなみに僕は比較的ずっと恋恋ですね。言ってたね。そう、ずっと恋、もうなんかキュンキュンしたいんですよ。この子楽しいな、この子いいなってずっと思いたい。でもなんか別に縛り付けたいとか、縛り付けたの紐じゃなくて、今わかります？キリンさん、キリンさん今わかんなかったでしょ。紐わかりません。紐、女の人が紐で縛り付けられるとわかります？えあの、ね、キリンさん一途だからね、ちょっとあのコメント差し控えさせていただきます。ちょっと気をつけてください。セクハラになりたくない。すごい難しいところなんですけど、僕は恋だけ。で、泉は？どれ全部だよね。うん、あ、はい、全部か。全部全部。そうさ、なんかさ、10代、例えば、まあ、泉とかさ、すごいおきれい、顔出し NG なんでよろしくさせていただいてますけど、すごいおきれいだから、なんかそれこそ10代、15歳から20だす、うん、20代前半、20代後半で変わっていったりしなかったの？変わっててないの。全く。そう、ナチュボン、ナチュボン、ナチュボン欲張りだから全部なんで。全でもやっぱり一番性はこうやっぱりあんまり興味がなかった分野ではあった。え、なんで？なんか気持ち悪いなって思ってたよ。うん、最初から。若い時は。マジで？若い時にですか？若い時に。それ裸になることが嫌だとか。裸ってか、その行為自体がやっぱりちょっと、あのやっぱり男の人とは違うから、やっぱ怖いし。あ、なるほど。そんな別に綺麗なものだとか快感も知らないわけだから、うん、まあ、今はやっぱ、いや今はそりゃもう大人なんだ言わないよ、ニヤニヤするな言わないよ。キリンさんはちなみに
恋愛性で言うとその男性に対してとかどういう感じがなんかあります？聞きたい。聞きたいよね、うん、我々みたいに、ね、こう20代30代みたいなところからすると、まあ、大先輩大先輩だから2回言った、ね、どっちかな。全部かも。あ、全部、うん、全部タイプ多いんですかね、意外とでもそれってそれなんだろう、なんか全部相手に求めたいのか、それともなんかこうまあ、タイミングによってそれぞれ出てくるって感じなのか、なんか人によって変わっていくって話なのか、全然違うかなと思って。人によって違う。はあ、うん、じゃあセフレがいるってことで大丈夫ですか？大丈夫ですか？あのね、あのリスナーの皆さん、あのね、最近覚えたんですよ、セフレって言葉。そう、皆さんね、ひどいな。怒った方がいいですよ。そう、僕がね、フラッチな言葉言うと、ひねさん恥ずかしがるからね、すごい好きなんですよ。でもね、普段は優しいけど、S でやらせていただいてるんで、はいはい、でもなんか、恋愛、性、こう3つあるっていうのは、女性の特徴なのかな？かもしれない、ね。周りみんなそんな感じ？と思います。へぇ、なんか恋、ね、なんなんね。いやいや、周り結構、性ない人は多いなと思いますね、最近。特にあの若い人たち、うん、で、なんかこう、イチャイチャ、だからそのソフレとか、うん、そういうこう、なんだろう、彼女エクスペリエンスみたいな、こう彼女デートみたいなの、うん、あったじゃないですか。うん、そういうのもこうそういうのが代表されるように意外とこう、うん、エッチなことをするまではいかないけどイチャイチャして楽しみたいみたいな、そういう層がなんか結構増えてる気が個人的なイメージではありますね。なんかさ、この前あのちょっとさ、あの今セックスの話が一瞬出たから、出てない出てない、あまああのちょっと待って、ドダイレクト、ちょっと待って、あ、大事な話ね。そうそうそう、プラスチックというか、普通になんかいやらしい意味じゃなくて、 この前ほら、ちゃちゃまると泉と話した時にそのセックス依存症がめちゃめちゃ大変だみたいな話があったんでしょ、はい、うん、なんかありましたね。そこにこれパラッと見たら書いてあったからさ、うんうん、その辺ちょっと聞きたいなと思って。そう、でもなんかセックス依存症になった人のこう、まあ、自伝じゃないですけど本みたいなのを軽く読んだんですけど、周りの女性を見たらもうみんな裸に見えちゃうとか、うん、もうそのあらゆる効果音、その生活音が全部そういう卑猥な音に聞こえてしまうとか、こうなんかその僕たちが思うセックス依存症、なんかモテるとか浮気いっぱいするとか、そういうこう、まあ、どっちかというと男の憧れみたいな一種のがあると思うんですけど、そういうの全くなくて、うん、本当に病院に行ってお医者さんにちゃんと見てもらわなきゃいけないような大変な病気なんだっていう、そういうことを学んできた。でそれってさ、なんかこう依存症体質って人がそうなりやすいのか、それなんか依存症っていうのはなんか 病気ってよく言われるけど、はい、俺はその詳しくないから分かんないのよ、うんうんうん、その辺ってどうなの？基本、まあ、恋愛依存症っていうのが大きく分けるとあって、もそもそも依存症って何なのかっていうところなんですけど、主に3つあると言われてます。1つが物質の依存、これがまあよく分かるドラッグだったりとか、うんうん、そのまあ、お酒だったりとかって この話めっちゃ面白いね。すごい。ものに対するもの。2つ目がプロセス、何か分かります？ギャンブルとか、なるほど、買い物とか、そういうこうその行為自体に対してこう依存を覚えてしまうっていうものが2つ目で、3つ目があの対人ですね、うん、対人で例えばそのマザコン、パザコン、シスコンと言われるようなそういうこう親しい中に持ってしまうものとかで、恋愛依存症もここの1つに入ると、この3つのうちの1つになってきます。セックス依存症はどこに入るんですか？もう同じですね、あの対人です。対人なんです。そうです。物に対してかプロセスに対してか人に対してかで大きくそのまあその医学界だと分かれるような感じになってますね。プロセス、いや僕、依存で言うと僕物質の方が多いと思います。でも物質、はい、例えばそういう危ない話じゃないですよ。そうそう、結構あの今は、まあ、ちょっとエロい話、聞こえるけどちゃんと話してるからね、うん、学術的な、ね、学術的な、本当にあくまで、でもあの僕物を集めるのが好きなんですよ、はいはい、収集癖みたいな、はい、まあ、だからそういう意味だと買い物もあるのかもしれないですけど、うん、でもどちらかというと買うことよりかは実際に揃えて目の前にこう並べるっていうその一種のその物に対してこう気持ちが乗るみたいな、確かにそういうのが結構多いかなと思いますね。確かに確かに、うん、泉は人、プロセス、なんだっけ、物質、物質だとやっぱなんかお酒飲むからやっぱ物質はあるよね。物質、依存なんですか？なんかお酒好きと依存もまた別ですもんね。確かに依存とか多分ないと思う、人にも。それもないと思う。なるほど、うん、なんか元彼とかはさ、なんか、うん、なんか自分がもう大好き、愛してる、まあ、まあ、今からでも元彼も別にいいんだけどさ、うん、そこの領域で言うと結構こう依存するのはそのなんか相手に対してなのか、ね、依存される側どっちかっていうと多分、あ、マジでそういうちょっとなんか性質は持ってると思う。性質は、うん、なんか泉今のからは違いますけどね。あ、そうなんですね、はい、あ、オッケーオッケー。あ、違いますけど、なんかその依存される側って考えると、泉とかまあ綺麗だからそうそう人依存なのかなって思う反面、なんかどちらかというとなんかプロセスじゃねとか俺思ったりする。プロセスかな。そうそう、泉と会うまでとか、あ、会ってから何しよっかとか、
そういうところになんか期待値をすごい求めて相手がってこと。そう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 。私結構経験上は本当にガチガチの依存症の人とあるの？付き合ってたから、はいはいはい、着信60件とかやばいね。本当にやばいね。だからでしかも私もそれに答えちゃうから、はいはいはい、もしかしたらだから合うのかな。逆に依存させるってこと。そう されても許しちゃ普通のさ女性はさ、うん、マジ無理ってなるじゃん、なる、ね、シャンって、うん、私の場合ならないのあんまり。なるほど。むしろ答えちゃう。そう、それ実はあの強依存っていう、ね、まさにって思う。そう、うん、強依存っていう言葉もともとこう医学界で使われ始めたのはアメリカなんですけど、あのアルコール依存者の人と、うん、その子奥さんとかがの話をよく言うんですけど、うん、その、まあ、依存症の人はアルコールいっぱい飲んでしまうと。で奥さんはそれを止めようと頑張っていろいろ説教したりだったりとか、そういう環境を用意してあげたりとか。で男側はそれをだんだん当たり前に思えてしまって、さらにそれに甘えていく、うん、こういう負のスパイラルみたいなところに入っていくのがいわゆる強依存っていうんですけど、うん、今の話もしかしたらその男側が最初依存してしまうと、うん、で泉さんもそれを OK してしまうから、向こうもさらにそれを当たり前だと思ってこうどん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 負の連鎖がなんか繋がっていくみたいな、うん、確かにあるかもしれない。そういう雰囲気あるかもしれないですね。その依存され依存お互いで、ああそういう風に依存してるみたいな状態を楽しんじゃってるお互いもいるみたいな。あそうで、私はそもそも依存っていうのはそこまで悪いものだとは捉えてない。わかる。一般的にそうやってなんかメンヘラもそうだし、そのなんていうの、本質とかの理解とか、はいはいはい、そのみんなが言うから悪いものっていう風に捉えるけど、やっぱりなんかそのいい点かっていうか、なんていうの、うん、そのあの相乗効果が出ていく面もあると思うんだ、うんうん、絶対強依存とか、うんうん、間違いないから、ありますね、うん、なんか一概に悪いとは言えなくて、うんうん、ただやっぱ片方がダメだって気づいた瞬間崩れちゃう関係ではあるから。そうですね、強依存は特にそうですもんね、うんうん、そこがすごく辛いかなって思う、うんうん、今まで答えてたのに答えてもらえなくなること、うん、多分超辛いじゃない、うんうん、今泉の頭の中で過去の恋愛がいっぱいこうフラッシュしてるし、そうまとのようにこうボワーンあん時はだったな依存者だなとか、まあ、一番強烈な、やっぱりこれ超依存されたなっていうなんか出来事聞きたいね。あだからね、一番強烈なのはちょっと怖い、ホラーなんだけど。いいよいいよ、全然ウェルカム。うん、友達とも遊んじゃいけないっていう彼だったから、うんうん、でも私結構強いから。女友達もですか？女友達はまだいいけど、あ、まあ、まあ男の連絡先が一件も入ってちゃダメみたいな感じの時とか、私まあでもそれでも言うからさ、うん、行きたいとかって、うんうん、で行ったら帰ったら家の枕にね包丁が刺さって、うん、ちょっと待てよマジホラーでしょ、それホラーだねでもさ、その包丁使って人参ドドドドドドンってやったんでしょえ、そうだから私はなんかもう掃除大変だわと思いながら、うん、普通にそう包丁台所で持ってっ て掃除機だよね。え、待って待って待って、ズタズタだったの？羽毛がもうさ部屋中ルシファーの世界みたいな、やばいね、打天使やばいね。でも私やっぱそういう時に、うん、え、これやばっとか思わないのよ。うわ掃除大変だなとか。すごいそれ、体勢がすごいな。そうそうなの。キリさんどう思います？そういう、まあ、そういう泉に対してどう思うかっていうのと。あ、別に泉に対してなんとも思わないけど、うん、あ、なるほどなと思うね。なるほどな。あ、意外と納得するんだ。いやいや、多分ね、二人にはちょっと似てると思う。確かに確かに、恋愛性みんな持ち出てるからな。だからね、今日あの本当は今日に関して言うと、あのこの話をもとに、例えば恋愛中毒になりやすいって、まあ、こういう感じだよねとか、依存っていうのはこういう感じだよねっていうのを分かった。これあの今日聞いてる人って、まあ、男性女性でいうと、まあ、多分僕の友人も含めて大体60人ぐらい聞いてるんだけど、僕の友人はね、まあ、その人たちがこの話を聞いて次どうやってあの女の子と男を落とせばいいのかっていうところにつなげたいわけですよ、うんうん、僕のこの番組の今日のゴールはどうやったら最強にモテるかっていうところなんで、そこかそこしかない、常にそこです。いやもう間違いないわここ3人と同じだからね間違いなく、まあやっぱりモテるためには相手のことをやっぱ知らなきゃいけないんですよ、まあね、そうそうそう、だからどういう傾向であり、うん、まあもちろん泉が包丁をねあのお腹に突き立てられたとしても、それは結果その人に対してモテたかったっていう結果論であるから、うんうん、まあそれはしょうがないんだけれども、やっぱりちゃちゃ丸も俺もそうだし、相手のことを理解、どんだけ理解して、うん、どんだけアプローチの方法を考えられるか、依存というものをわざと作り出せるかっていうのも、にってね、いや、そこまでは僕はやらないですよ、マジで僕はやらないです、ね、俺好きだよ、それ、まあ、稲垣学はすると思うんですけど、うん、本名で言ったら、なかなかやばいね。だから、この恋愛の強依存というところと、まあ、中毒っていう観点を持って、うん、この次 の, まあ、1曲挟むからさ、とりあえず1曲挟んだ後にどうやったらモテていけるかってところを話したいなと思うんで、うん、次なんだっけ曲、ちょっと待って俺見てないんだよね、
ああいいや、じゃあかけますいや、曲かかってる間クソおもろい話っていうねこれさ、今日泉の選曲でしょ。そうです、うん、あの宇多田の、宇多田さんのね、99年のね、はい、もうこの曲ざっくり言うとどういう歌詞なんだっけ。ざっくり言うと、うん、今回のテーマに沿って選びました、うん、はいはいはい、要はでもいい感じ、ね、私が言ってる通りの曲かも、うん、共依存が悪いとかじゃなくて、それをむしろそれが大人に ありになった感じかな。はいはいはい、ちょっと下手くそですいません。いやいやいや、なんか宇多田ヒカルさんの曲がかかるとぶち上がる。なんで？上がる。かわいい、父がでかい、お歌がうまい、3つ目歌に関するもの3つ目だひどい。1位父がでかいですよね、上がる理由。いや、ごめん、で言うと歌がいい、ね、ちょっと真面目か、笑いを取ったのちょっとやってみたんだけど好きでしょ、歌が光る。いや、僕あんま聞かないです。マジで、帰った方がいい。世代だな、うん、2回目のお疲れ様でした。さよならまあそんな感じでね、今日恋愛中毒的なところからいかにモテるかみたいなところがあると思うんだけど、はい、ちなみにチャチャ丸とかさ、まあなんか大学とかでさ、よろしくやってると思うんだけどさ、やってないですけど、あ、本当に、あ、まあ、今休学中なんだけどモテるためにさ、どういうことをなんか努力してとかある？え、モテることですか？そう、モテるために全くないですよ。マジで？あ、俺あるよ。なんかもう絶対気をつけてること3つあるもん。どうぞ。優しくする、楽しくする、気を使う、この3つもう絶対それだと思ってる。がモテるため？俺はそう。いやでもそれはこうやっぱ大人だからだと思います。なんか大学生とかそんなこと多分気にしてなくて、多分、うん、まあ僕はあんまりそんな興味ないんですけど、うん、もしやるとしたらやっぱり服と髪の毛とか、そういうレベル。あとまあブランド物のその小物アクセサリーみたいな、はいはいはい、なんかそれぐらいしか形じゃん。そうだから結局恋と愛と性で性に特化してるから、ね、だから僕の話じゃないんだよ。もうそう、でも本当にそのなんかこう内面を磨くっていうよりかはまずこう外見から固めるみたいな、間違いないっていうところはまあなくはないのかなとは思ってたりしますね、うん、まあ清潔感とかあるから、ね、大事だよね、大事っちゃ大事だよね、うん、まあ、そうですね、うんうん、最低限のね。清潔感ない人ってなんか僕とかすごいひげ生えてるからみたいなこと言われるけど、うん、なんか別にそんなさないじゃん。そのお互いそうだけどさ、清潔感ない、気持ち悪いとかないじゃん。え、ちょっとある。嘘嘘嘘、ちょっとあるって言われると俺ちょっとショック受けるからさごめんごめん結構心弱いだからさ、心弱いだからって何弱いである弱いだからさ、本当。泉はちなみになんか気をつけてるの？気をつけてるか、まあ、意識してる。でも自分らしくいることかな。いや、わかる。いや、でも一番かっこいいよそれが、うん、いやかっこよくないそれはだって狙ってやってんだもん。あ、そうか。あと、もっと言っちゃうと、多分モテようとしないことが一番多分モテる秘訣なんだと思う。そう、本当にモテそうなことが言いそう。優しさとか気を使いみたいな。これ後で絶対怒られる。何調子に乗って。口の中にマイク突っ込まれる。こわ。あ、もっとやってくださいって。ド M か。好きだろ。大好き。でもさ、なんかモテる要素みたいなところをもう突き詰めて考えるとさ、まあ、さっき言ったこう恋愛依存みたいな観点、うん、を意識をしながらコミュニケートしちゃったりするよね。リーサルワッポンですね、それも本当に。なんつったリーサルワッポン。なんつったお前。英語だとワッポンなんですよ。日本語だとウェポン、だからちょっと間違えちゃった。恋愛依存症、ちなみに英語でなんて言うの？恋愛依存症。いや、なんでチャチマルさん英語ペラペラのくせにそういうとこできないよね。頼むよ。なんかでもさ、恋愛依存症ってなんか型の3つがあったりするんでしょ？いや、型というかそのなんか要因、うんうん、どういうことを持ってるとその人は恋愛依存症として診断されるのかみたいな。チェックリスト。そうそう、100、150ぐらいのこう質問をこういろんな学生とかにしたっていう研究が確かアメリカだった気がするんですけど、うんうんうん、どっかであって、でそれでなんか主にこう4つの重い因子というか、これに当てはまるとみたいなのが結構あって、うん、1つが精神的支え。これ実はポジティブなやつで、さっき泉さんがまさに言ったやつで、お互いの相乗効果的な話、うん、あとは恋人優先、呼ばれたらすぐに行っちゃう、体調が悪くても行っちゃうっていうパターン。はいはいはい、俺だ。うん、3が独占欲求、これまさにさっきの友達全部消してほしいとか、うん、遊びに行かないでほしいとか、うん、で4つ目がセックス依存、うん、これはもう言わずもがないですよね、うん、そう、だからその精神的な支え、うん、恋人を優先する、うん、独占欲求がある、うん、セックス依存である、うん、この4つの要因を全て満たせばかなりこう高確率で、うん、まあ、恋愛依存と呼ばれるような病状が出来上がるという風になっております。じゃあ恋愛だから依存させるとさ、相手を依存させるともう確実に、まあ、なんかこっちの方に寄るわけじゃん、うんうん、ってなるとまず心の支えになることが一番だってことでしょいやそれはモロハの剣よ。それはイズミンとか心の支え効かなそうよね。
え、だ私が支えられるってこと？そうそうそう。あんまないかも。でしょ？でしょ？二つ目なんだっけ？二つ目が恋人優先。恋人優先はね結構ある。あ、それは伊集院さんが優先する？優先する。あ、なるほどなるほど。はい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 。で三つ目が？三つ目が独占欲求。はいはいはい、はい。独占欲求はあるんだけど、なんか自分のこと考えると出しちゃいけないなっていう理性が効くから、うん、もうちょっと理性とこうせめぎ合いをしていると、うんうん、はい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 、なるほどなるほど。でもその独占欲求だったりもうオンリーワンど、とかになってほしいっていうのを、まあ、相手側にこうさせちゃうんじゃないの自分が。え、でもだからそれも言い方なんだけど、うん、いや好きだったらさ、うん、好きになってもらいたいし、うん、っていうところがまず始まりじゃないですか、はいはいはい、だしそもそも好きだったら支えたいじゃん、はいはいはい、だ全部好きだったらって言葉で片付いちゃうんだよね。あ、まあ、前提条件好きだったらだよね。で前提条件がプラスポジティブ。あ、そのなるほどな、うんうん、なんかあれだね、難しい、あのやっぱこう泉の場合は、うん、そのまあ、キリンさんもそうだけどやっぱ恋愛性ごめんねいきなり振っちゃったからあのびっくりしたかもしれないけど私、ね、一人だけねあのヘッドホン赤いからね、まあ、心の中真っ赤っかなんだけど、まあ、顔も真っ赤だからさっきも、恋愛性やっぱ全部だからやっぱだそれの前提条件としてやっぱり好きだから好きであることが前提として成り立つよねみたいな話なんじゃないのかな。でもそれで言うと多分今の話聞いてるとどっちかというと恋オンリーな気がしますね。なるほど。その恋を持つ人の特徴としては何か不合理なことがあったとしても好きだから恋人だからで片付けるのが、まあ、結構恋を選択してる人に多いと思われる感じです。だから確かに、うん、確かにそう。だから最近はその恋をなくす人とかいう人も現れていて、うん、こういう人たちは要するにその恋人だからっていうその恋人として当たり前の行為を束縛しない、うん、その恋人だから他の友達と遊びに行かないでねっていうのをなしにする、うん、恋を持たないっていう考え方の人もちょくちょく出てきてたりしますよね。そうですね、うん、そうなんだ。あんま意識したことなかったそこは。でもなんかちゃんとこうメタ認知というか自分を客観的視点で見てみると、うん、意外とその多分恋の色が強め泉さんはとか、うん、まあ、僕は性オンリーだからなんとも言えないんですけど、うん、で稲垣さんも本当に恋オンリーですよね、うん、そういう意味で言うと、うん、確かに恋オンリー、わかんない。なんか俺の話するのあんま恥ずかしくて言いたくないんだけどさ。したいでしょ。本当はしたいんでしょ。本当は俺の話しかしたくない。俺しか喋りたくない。なんだけどなんかどちらかというとなんか俺もなんか恋求めてキュンキュンしたいとかさ楽しく生きたいとかあるんだけど、でもどっちかというとなんかよく今の話聞いてると結構俺愛強めなんじゃないかなと思った。あー、うん、確かにな、うん、確かに、うん、なんかまあ独占したいっても俺みんなのこと独占したかったりするんだけど、うん、そのためにこう愛を捧げるみたいな、うんうん、そうそうそう、もう男も女も関係なくなっちゃうみたいな、うん、愛か、うん、あと多分楽器の場合はそれができちゃうからだよね。まあそうね、要は普通の人ってさ、その基本的にいろんな人に愛をさ捧げるってやっぱなかなか多分、うん、難しい、できないから、うんうんうん、こう絞られるわけじゃない、うんうん、多分そうでしょ。ちゃんちゃんワールドが僕の方見ないでごめん。そうできちゃうからか、ね、やっぱそれはねパイが広がるというか、愛する範囲が広がるからそう感じるだけで、確かに、それでも違くない、別に泉とさ愛し合いたいとかじゃないじゃん、ないね、愛はあるけど、そう愛はある、めちゃくちゃ愛はある、だからちょっとやっぱ恋愛に関しては違うところなんだよ、うんうんうん、あ人間愛なだけであって、うんうん、やっぱ私は結構ロマンだと思って恋だと思ってる、はい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 、なるほど、うん、あいやどうなんだろう、あれでも確かになんか恋、うん、難しいな、ね、このあたりは考えれば考えるほど女を落としたくなる、うん、いつもでしょ。わお、うん、キリンさん最近いつ口説かれた？さっき楽屋で稲葉さん、僕がさっき口説いてたよね。今日いつ帰る一緒にっつっていつ抜け出すいつ抜け出すタクシー用意してっからどういう、ね、なんかどういう口説かれ方すると嬉しかったりします？言わない言われだってさ、あのそれこそね、あのキリンさんいろんな仕事されてるので、うん、いろんな時に、まあ、まあ、時間的に言うと昔の話かもしれないですけども、いろんな口説かれ方をしてると思うのね。しかもほら可愛らしいし、もう思った、そうめっちゃ可愛らしいから、これ話さなきゃいけないやつだみたいな、そうそうそう、その方向に持ってってからすごい悩んでらっしゃる、うん、だ例えばじゃあパターンを僕が言いましょう。まだ私なの、うん、ずっとあなたのターン例えばそばに来てくれて一緒にいたい好きだよって言われるパターンがいいのか、グッと腕引っ張られてお前俺のもんだからって言われるのどっちがいいですか？1パターンじゃやだ2パターン出した。だから毎回違ったアプローチをってこと、あ、やっぱ欲張りですね。キリンさんは欲張りですね。 いや言ってることすごい、おっしゃってること分かります
確かに、でもそれはあるかもしれない。でもね、さっきの 4パターン言ったでしょ、どれもないのね、あ、マジで。え、じゃあ逆に何を求めて。だからさっき前半で言ってたね、はい、あのイズミンと言ってたやつは全部って分かるんだけど、この4つだと全くないの。あ、じゃあもう本当に恋愛に本当に完全に依存しないタイプなのかもしれないですね、うん、それで言うと。それはあれじゃない、最近恋みたいなのってありました？今ここ最近、ここ数年。まああるけど、うん、基本若い時からそれは、うん、あの割り切ってるか、仕事も同時にずっと子供の頃からしてるから、そんなことでなんか閉じ込めようとする人は嫌だから、うん、あ無理だね、はい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 、ただ途中結婚しちゃったから、うん、致し方なくダメって言われるから、うん、なんでだろうと思って。あ、まあそこはね、まあ、結婚しちゃうね、結局やめちゃったから、やめちゃうからしょうがないと思う、うん、なるほど。まあだから今泉も、まあ、泉が欲張りなのかはちょっとまだ今の話からで言うとね分からんけど、まあ一般的にはやっぱり女性って、まあ、欲張りなのかなと。欲張りですね。全部欲しい、全パターン欲しい、うん、あの優しく隣にいてほしい時もあれば、うん、あの死ぬほど犯されたい時もあるわけじゃないですか。うん無理やりあると思いますもあるし、あるし、まあ、そういう時もあるし、バランスよくちょっとジェラシーされたい時もあるし、うんうん、だからそういうパターンを男性はやっぱりなんか200個ぐらい持っとけばいいんじゃないかなと俺は思う難しすぎない？いやでもね、なんかそのまあ、あ、ちなみにあの、あの後で言いますけど、あのなんつうんだろう、俺とかも結構思うんだけど、いろんな人こう喋っててパターンをやっぱりいっぱい用意すると相手に飽きられないんだよね。でもっともっと一緒にいたいみたいになるじゃん、うんうんうん、でもっともっと一緒にいたいっていうパターンをいっぱい持っとけばそれこそ超楽しくなるし、相手といてね楽しくなるし癒されるしみたいなことを思うと、この人のこともっと知りたいってなるし、うん、この人といたら安全だなと思うし、安全だなって思わせたのもこっちのもんだから、うん、安全だなと思わせた状態でどうする次みたいな、うん、っていう感じで。何の話これどうやって口説けばいいと。あの楽器の成功法の話ですね。僕の成功法はそういう、僕のほら最近成功してないから本当本当成功してない、うん、そう成功してない、本当にしてない。なんか場を回してゲロをかけられるってことが多いけど何回かけられたんでしたっけ。いやもうなんかここ最近やばくて6、7月で俺多分ね6、7人ぐらいゲロかけられてて、もともとお酒弱いのにお酒ガブガブ飲むようになったら周りが先に潰れるようになっちゃったから気づいたらさ、何の話だっけ。弱いの良かったの、何の話ばっかり戻ろう戻ろう気づいたら周りが潰れるみたいな状態になってた、うん、最近でもねちゃちゃまるのお酒強くなってきたよね。ちょこっとずつね、先輩に教えられて、うん、あのこの楽器こと板垣学ぶ。いやいや俺はそんなに教えてないけどあのお酒強くなるとさ、なんかこう女の子と飲むときも男と飲むときもさ結構テンションってかの高が外れるじゃん、うん、キリンさんほらお酒飲めないからね。あ、うん、そう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 、だから我々3人はさガブガブ飲むじゃん僕はそんな飲まないですよ何これ。いやちょっとわかんないから一旦曲いくけどということでね、よろしくお願いします。いや、あのね、この曲ね、間違い探しね、人生間違いしかないって話なんだけど、あの多分違うと思います。あ、違う。あのこの曲ね、リクエストしてくれたの、このね、ビッグフェイスターンの生みの親なんだけど、あの言われたね、いやー、長いね、2番いな。声真似まで。いや、こんな声じゃない。もっとすごいかっこいいんだけど。もうダンディな方でね、かっこいいんだけど。ちなみに今、この曲がかかってる間にね、あのすごい女子的なね、ハッピーな話をしてたけどね。そこ話したくない。なんで恥ずかしがるの。オンエアでは話したくないですよという固い意志が見えましたね今ね。でもまあハッピーですよね。そうね。そうそうそう。なあの内容薄っす。重くもね、めんどくさいから言うけど、あのあれだよね。俺があの最後にあの楽器が最後にね、やっぱりはモテるっしょって話をしようとしたら、あのキリンさんがあの曲の間に、いやパターンが多いんじゃなくてモノマネです、うん、やっぱこう何かと何かあった時の差が、えキリンさんって言われたから、いやそれギャップやん、それ最後に言うやつやんって話をしちゃったから、まあ結論はやっぱね、モテるとしたらね、ギャップが重要だよって話を、まあ、最後まとめようとしたんだけど、もう一個ちょっとね、ちゃちゃまるがね、なんだっけ、どうしても言いたいね、うん、どうしても言いたい、なちょっと忘れた。回避依存っていうものがまた別にありましてですね、うん、これ、恋愛依存とこう対照的になるっちゃそういう話なんですけど、恋愛依存は相手にのめり込む、
で回避依存、逃げる方ですね、回避依存は相手から遠ざかってしまうような依存症という、まあ、依存症というかその性格、こっちは病気じゃなくて性格です。そうで恋愛をしすぎるから、あ、しすぎた人に対して、あ、なんか自分の家には入れたくないとか、うん、あ、エッチまではしたくないとか、そういう風にこうあえて遠ざけてしまうような、なんか、うん、いつも脈ありだけど全然いけないなみたいな人とかは、そういう節があったりする、はいはいはい、男も女も男の方が多いらしいです、うん、でこれ本当に面白いのが、恋愛依存と回避依存は繰り返す、自分が恋愛にガーって行って拒否られてしまうから、自分を傷つけないために回避依存になる、うん、でも回避依存してるとずっと寂しいんですよ、うん、寂しくなるから次またどっかのタイミングで恋愛依存になるみたいな、こう、うん、またここくる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 していくみたいな、あるよね、あるよね、傷つきたくないからみたいなのがやっぱあったりするわけじゃないですかあるあるらしいですね、そう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 、恋愛してる中にあるよね、あるある、だそこが傷つきたくないけど、もうワンチャレンジしていく、もうもうツーチャレンジしていくっていうのがチャラい人だと思うなんで僕を見ながら言ったんですか、お前のことだよ、僕は違う本当に純愛で、まあね、愛、性の中で性しか持ってないとそもそも傷つくっていう概念がないのかもしれないけどねそうね、いやいや、STD とかはやっぱり、STD って何、セクシュアルトランスミッティッディズ、え性病のことですねはい引いたわ、はい、引いた、今のは引いたよはい、性病でした本当にあー怖い怖い過去1回だけ俺性病かかったことあるんだけど、そんな告白いらない、いや、ま、待って待って待って、さっきちょっと、オチまで聞いてよ、高校生の時の、 あの地方 の、 あの民間のスポーツセンターの温泉でかかった、よくないよくないですよ、そういうことがあった、銭湯みたいなとこ、銭湯、そう、みんなが入るジム、プールみたいなところでなんか温泉でゆっくりしてて、次の日すごい晴れてたいい思い出だなっていうことはある青春だなほらもうね、もう見て時間長期、あ、そうでもないそうでもない、とりあえずあのまだあるぞ、まだあるね、今日だからね、もうほんといっぱい話したいこと多かったけど、はちょっとね、はしょりすぎたのはあるね、確かに、うん、もうちょっとね、話したいなと思ったけど、結局でも恋愛をしていくにあたって、まあ、例えばモテるっていう要素で突っ込んでいくのであれば、俺からするとあのパターンももちろん用意した方がいい、でパターンをいっぱい用意した上で、女の子が感じる中でのギャップ、例えば優しいなのにすごい2人になると強引とか、これギャップやん、ギャップですね、うん、おいしいもんすごい連れてってくれる、でも家でご飯食べたらもうニコニコしてくれるみたいな、おいしいものいっぱい知ってるのに私の子はもう好きみたいな、いや誰え、でもやっぱほら男性も一緒じゃない、気強そうに見えるけど、いや、めっちゃくる、自分のそれやられるわとかうわでもそうバカいやそうなのよね、青春だ、そうだから女性からしても、女性からしてももちろんその強引で優しいのも好きだけど、うん、男性からしてもやっぱそうだから、例えばさっきも泉の言ったように気強いみたいなのから、あのでもなんかデレデレしちゃう、まあ、いわゆるツンデレってやつですよね、うん、まあ、そういう言葉が生まれるっていうのは、やっぱそういうだ、そういう傾向が好きな人が多いからだと思うから、あの結局そこを意識すれば着地モテると思う、うん、モテると思うとやばいなすんごい刻印ってやばいね、とりあえずアウトローの曲かけていいあ、まあなんやかんやさ、ベラ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 喋って、なんか俺が今までやってきたら、この、まあ、5、6回かな、6回ぐらいやってきたラジオの中だと、うん、今日こうテーマみたいなのをね絞って、まあ、多分ホストの人が出てくれたりとかね、まあ面白い方々いっぱい出ていただいてますけど、今日やっぱこうテーマがなんだろう、重いというか難しいなと思って、俺も MC やってるのそれこそ6、7回目だけど、一番すごい喋るのは難しいなとは思った、うん、だって本当に一つ一つすごくもっと深く話せるもんね、そう、初回やった時とかはやっぱりこう、まあ、ちゃちゃ丸とか他の人ではスタートアップのお金の話をしたりとか、うん、なんだっけ、サッカーの話をしたりとか、うん、まあ、テーマ3つあって、まあ、それはそれでも面白かったんだけど、うん、これ一つのテーマ、恋愛とか性とかっていうテーマって深ければ深いほど喋、うん、ることめっちゃ何の話でしたっけシリーズ化でいけそうなぐらいの内容だよね、うん、でも再来週またやるでしょ、うん、やるあ、僕毎回毎回論文読み合わさらなきゃいけないからえ、でもさ、今日この調べてきたやつ、調べてきていただいた論文的なね、うん、プレスの論文の話でいうと、これ何パーセント出せた、でも本当に15とか10とか、あ、本当にもう項目分けしただけだから、本当はそのなんかどういうふうに分析したかみたいな分析方法もあればとかもあるんで、うん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 、なんとも、まあ、だからその辺考えると、まだまだいっぱい恋愛の話はできるなと思ったけど、うん、いくらでも惚れると思います、そうそうそう、まあ、俺とかちゃちゃまのゲスな話たくさんあるし本当に好きない、そうだし、なんか好きないとか言っちゃった奥の方がクスクス笑うと言いますけどなんかね、ゲスな2人
二人がゲスじゃなくなるまで続けたいな。いやそうね。あ無理だな、うん、いやでも泉分かると思うけど、うん、その僕とかはすごいゲスじゃないのよ。ゲスじゃない。結構ピュアな、うんうん、私はちゃっちゃ妄想だと思ってる。そうそうなんです。皆さんそうなんです。でもなんでだから男の人がゲスによるのかがちょっとモテとは外れてるなって印象は正直にある。あつまりこれ次回のテーマも決まったし、うん、なぜゲスになるのか、はい、そうなんです。これ回避の一種だと思うんだよね。そう、うん、俺もそう思うのよ、うんうんうん、だから何かしらの人ところあの事象から逃げたいからゲスになる。もうそれでしかないと思うから。いや僕それだと思う。だから俺今自分の言葉であの来週の再来週の結論言っちゃったなって今失敗したなと思ったんだけど。また落ちたね。そう落ちちゃうんだけど。でも結局そのゲスになるためのあゲスになるためじゃなっちゃダメ。あのゲスになるっていうところのこう過程とか、うん、じゃあなったらどうやって返せればいいのか、うん、自分自身を傷つけてるわけだから、まあ、そこをどう返していくかっていうところも含めて、まあ、次回話したいなと思うよね。本当そう。時間来た。あと何あと1分か。あまあ、どうだった泉初めて出て。すごい緊張しました。緊張した。そうですか。すごい緊張してる。もうお腹空いちゃったもん。わかる。ご飯食べたい。まあでもね緊張するのはね多分ね今日テーマ的な話だと思う。確かに、うん、結構こう縛りもあって、うん、俺ちょっとね戦略的にもっと考えてくるから、うん、一番得意なところじゃないですか。そうなんですよ。じゃあこの後ねとりあえず恵比寿のミューズ集合。であの酒飲みながらまたねあの全部、僕が出すから。僕が出すからマジカルワード。全部金で解決する。まあ、あのみんなねゲスにならないように。あと5秒しかない。じゃあさよなら。バイバーイ。